AT&T インクはアメリカ合衆国の多国籍コングロマリット持ち株会社。本社はデラウェア州に登録されているが、実際にはテキサス州ダラスのダウンタウンにあるウィットクレアタワーに置いている。米国最大手の電話会社である AT&T、地域電話会社及び AT&T コミュニケーションズとメディア企業のワーナーメディアを傘下に収める。子会社を通じて、固定電話、携帯電話、インターネット接続、データ通信、情報通信システムにかかるビジネスソリューションの提供、IP 放送、衛星テレビ、ケーブルテレビ、テレビ番組の制作、配信、映画の制作、配給、出版、デジタルターゲティッド広告等の事業を行う。本社はテキサス州ダラスにある。1877年、19世紀におけるアメリカの二大発明家でもあるグラハム・ベルが起こしたベル電話会社が前身であり、1885年に世界初の長距離電話会社として発足。社長となったセオドア・ニュートン・ベイルは、ワンシステム・ワンポリシー・ユニバーサル・サービスを掲げ、垂直統合と水平統合により、ベルシステムと呼ばれる研究開発から、機材製造、市内交換から長距離交換までの独占を展開。ネットワーク経済学におけるボトルネック独占を見事に現実のものとした。翌年末にジョン・ハドソンがベル社の管理者となった。ジョンは1887年に AT&T の社長となった。1899年12月31日にベル社は AT&T に完全買収された。ジョンは1900年秋に事務所で急逝した。1901から1907年、フレデリック・フィッシュが社長を務めた。フィッシュは1890年からゼネラル・エレクトリックの支配人として活躍しており、ジョン・モルガンとも付き合いがあった。フィッシュの任期に AT&T はモルガンと人的、資本的関係を深めた。1906年、AT&T1 億5000万ドルの転換社債を発行。負債が8倍以上となる。翌年4月にフィッシュ辞任、ベイルがまた任する。この状態で1907年恐慌を迎えた。1909年にウエスタンユニオン株を買収。ここで政府が大西洋横断電信ケーブルのカルテルによるシャーマン法違反でウエスタンユニオンに訴訟を提起すると圧力をかけた。ベイルがウエスタンユニオンをカルテルから引き離すと、カルテル傘下企業であったアングロ、アメリカンテレグラフカンパニーとジョン・ペンダー系のダイレクト、ユナイテッドステーツケーブルカンパニーは、立場が弱く、アメリカ市場を失うまいと、自社保有の大西洋ケーブル通信網を、ウェスタンユニオンに貸与する羽目になった。AT&T は1914年に株を売却した。結局は、国内の電信企業が、イギリスの通信利権を奪い取り独占力を強化した。一方、AT&T は連邦政府と折衝の上1913年にキングズベリー協定を結び、規制下の独占といわれる事業の独占権を認められた。こうして翌年勃発した第一次世界大戦で RCA と真空管の特許を囲い込むことができた。1925年、社長ウォルター・グリフォードがベル研究所を設立した。1926年、子会社のアメリカンブロードキャスティングカンパニーを RCA に売却した。しかも RCA は、その放送事業に AT&T の回線を使わなければならないという表面上の義務協約を結んで恩恵に預かった。子会社 NBC を参照。1934年、連邦通信委員会が発足。AT&T は第二次世界大戦で軍需契約の総額に置き、全米13位であった。1949年、司法省が反トラスト訴訟を提起し、ウェスタンエレクトリックを AT&T 系列から引き剥がしにかかった。1956年、ウェスタンエレクトリックの分離は決心により見送られた。しかし、機器製造は AT&T 向け仕様のみに限定された。AT&T は所有特許の競合企業への非排他的なライセンス供与が義務付けられたほか、事業分野は公衆通信サービスに限定された。1962年、テルスター衛星を打ち上げた。これはトランシットやインテルサットへのステップとなった。1964年6月、コムサットが第1回の株式発行。総額2億ドル。1億ドル分が第1種株式として13万人の一般国民に売却された。残りの1億ドル分は第2種株式として連邦通信委員会の認可した163の通信事業者に購入された。AT&T は総額2億ドル1000万株のうち 29% を保有した。1972年に合衆国内の通信衛星市場が自由化され、翌年2月インテルサット恒久協定が発効して国際化が推進された。ここで AT&T はコムサット株を売却してモノポリーを降板した。この1973年、米海軍の支援を受けたコムサットが 86.29% を出資して、インテルサット衛星を多目的衛星とするためのマリサット計画をスタート。株主の2位、3位はそれぞれ 8% の RCA と 3.41% のウェスタンユニオン。このジョイントベンチャーは1977年8月に国際電信電話と契約 KDD 山口衛星通信所が設立された。1970年代、反独占訴訟ユナイテッドステーツ。VAT&TCO が起こり、独占問題は収束した。1984年1月1日、AT&T は基本的に長距離交換部門だけを持つ電話会社となり、それ以外の事業は会社分割された。これにより、地域電話部門は地域ベル電話会社8社へと分離された。また、ベル研究所も AT&T の機材製造、研究開発子会社 AT&T テクノロジーズの傘下に置かれ AT&T 本体から分離された。合衆国の電話産業は市場競争へと解放され、特に長距離部門では MCI やスプリントなどの大手長距離電話会社の成長を見ることになる。1990年、地域ベル電話会社の一つであるサウスウェスタンベルがカルロス・スリムなどとメキシコのテレメックスを買収した。1990年代後半、AT&T は大手ケーブル会社の TCI、メディアワンを相次いで買収、ケーブル施設を全国に保有し、その施設を通じた高速インターネット通信事業においても大手事業者となった。1995年、サウスウェスタンベルが SBC コミュニケーションズに改名。1996年にパシフィックテレシス、1997年にサザンニューイングランドテレフォン、1999年にアメリテックを合併吸収して巨大化する。1996年、AT&T テクノロジーズがルーセントテクノロジーズとしてスピンオフ。1991年に買収後、一旦 AT&T グローバルインフォメーションソリューションズに改称した。NCR も1997年に NCR として再度スピンオフした。2001年の企業再構築により、旧 TC のメディア部門であったリバティメディアがスピンオフし、AT&T は AT&T ワイヤレス、AT&T ブロードバンド、AT&T コンシューマー、AT&T ビジネスの4事業体制となる。このうち、AT&T ワイヤレスは切り離され独立し、2001年から2004年までは NTT ドコモが筆頭株主となるが、2004年には SBC コミュニケーションズとベルサウスの合弁会社であるシンギュラーワイヤレスに買収されることになった。2002年には AT&T ブロードバンドはケーブルテレビ事業大手のコムキャストに買収されて、AT&T 本体に残るのは昔からある長距離通信事業のみとなった。2005年には SBC コミュニケーションズにより残っていた AT&T 自体が買収される。SBC はブランド名として価値の高い AT&T を社名にすることにし AT&T インクと改称した。買収された AT&T コープは新 AT&T の長距離通信事業を担当する子会社として残され、現在も存続している。SBC コミュニケーションズは1983年の AT&T 分割でできた地域通信会社であり、経営陣の多くが AT&T 出身ではあるが、子が親を買収するようなイメージの合併であった。したがって、旧 AT&T の流れは、資本上はここで一度切れたと考えるべきである。SBC の AT&T への社名変更は、SBC の経営陣が AT&T の圧倒的なブランド力、認知度を利用するとともに、誇るべき NYSE における T の一文字、ティッカーシンボルの伝統を消したくなかったと言われている。AT&T のロゴは買収後に若干変更された。2006年には、地域ベルデンは会社のベルサウスを買収。ベルサウスとは携帯電話事業で、合弁事業を行っており、共同出資会社シンギュラーワイヤレスは、米国内で、ベライゾンワイヤレスや、スプリントネクステル、T モバイルを抑え、トップシェアとなっていた。また、この合併で、地域電話会社は AT&T、ベライゾンコミュニケーションズ、クーエストコミュニケーションズインターナショナルの3社に集約されることとなった。これにより AT&T は、長距離データ通信、長距離電話、携帯電話、公衆無線 LAN サービス、米国本土のおよそ半分で、地域電話サービスを提供する巨大通信事業者となった。2007年、シンギュラーワイヤレスを AT&T モビリティに名称変更し、すべてのサービスを AT&T のブランドに統一した。2007年12月3日、2008年度末までに、公衆電話事業の完全撤退を発表した。2008年、ソフトウェアアーキテクチャシステム開発をアメリカ合衆国郵政公社から予算$2000万を上限に受注できたことを発表。2011年3月20日、ドイツテレコムの米国携帯電話事業子会社である T モバイル US を$390億で買収することを発表。しかし、この買収計画は司法省による反トラスト法違反での提訴につながり、結局、12月に AT&T は買収断念を発表した。2013年7月12日、リープワイヤレスを1株あたり$15で買収することで合意。2014年5月18日、ディレク TV を$485億で買収することで合意したと発表。2015年7月24日に買収を完了した。2015年3月6日、ダウジョーンズはダウ工業株30種平均の構成銘柄から AT&T を除外すると発表。同年3月18日の取引終了後に実施された。2016年10月22日、メディアコングロマリットのビッグ5の一角を占める。タイムワーナーを$864億で買収すると発表。2017年11月20日、司法省はタイムワーナー買収が反トラスト法に反するとして、ワシントン DC 連邦地方裁判所に提訴した。司法省反トラスト局長のマカンデラヒムは、本買収は消費者に多大な害を与える。視聴料の高騰、将来の消費者が享受するであろう新しい。イノベーションを抑制することになるとコメントした。2018年6月12日、ワシントン DC 連邦地方裁判所がタイムワーナー買収を許可。6月14日に AT&T は同社の買収を完了した。タイムワーナーはワーナーメディアに改称した。2021年5月17日、ワーナーメディアはスピンオフ制度を活用して、同業会社のディスカバリーと2022年頃をめどに経営統合をすることで3社間で合意したと発表した。これにより、ワーナーは約4年で AT&T グループから離れることになった。AT&T インクは持ち株会社として存在し、個々の事業、地域ごとの事業は以下の事業子会社が担当している。1900年代の中頃から数学者のヨハン・イエンセンとアグナー・アーランは、ベル電話会社のデンマーク支社であったコペンハーゲン、電話会社で技術者として働いていた。アーランは勤務中に効率的な電話サービスの提供に欠かせない通信トラフィック工学や待ち行列理論の基礎理論を構築した。日本においては1985年に長距離国際サービスを主にした日本 AT&T 株式会社が設立された。1998年の日本 IBM との戦略的合意に基づき、1999年に AT&T ジャパン LLC が設立された。なお、AT&T ジャパン LLC は株式の 15% を NTT コミュニケーションズが持ち、AT&T インクの 100% 子会社である日本 AT&T 株式会社と若干資本関係が異なる。AT&T ジャパン LLC は AT&T の技術を日本に導入するとともに企業向けネットワークのアウトソーシングサービスなどを行っている。技術力は高く、顧客層はかなり大企業に偏っている模様である。国際サービスは AT&T のサービスを使い、国内サービスは NTT コミュニケーションズ、KDDI、日本テレコム、KVH テレコムなどの回線を調達し、AT&T がマネージメントとカスタマイズをして、顧客に提供するサービスをしている。複雑なネットワークであるほど、AT&T の評価は高い。2010年9月に AT&T ジャパンのネットワークアウトソーシング事業をインターネットイニシアティブへ譲渡した。また、かつて存在した AT&T のプロバイダーサービスは、AT&T と日本テレコムとの合弁会社ジェンズが運営していたが、AT&T が NTT コミュニケーションズと提携した後、合弁は解消、現在 AT&T とは無関係の会社になっている。しかし、ドメインとしては att.ne.jp がそのまま残っている。ブリティッシュテレコムとの合弁、Comsatジャパンも合弁解消。こちらは AT&T に吸収合併されている。日本電機は、ベル電話会社の機材製造部門、ウェスタンエレクトリックと岩垂邦彦による日本初の外資との合弁企業であった。現在は AT&T との資本関係はない。AT&T ではゴルフにも積極的である。PGA ツアーでは2月の AT&T、ペブルビーチナショナルプロアマ、5月の AT&T バイロン・ネルソン選手権、チャンピオンズツアーでは10月の AT&T 選手権のタイトルスポンサーを持っている。またかつては6月から7月にかけて開催されている AT&T ナショナル、アトランタで開催されていた AT&T クラシックのスポンサーも務めていた。また AT&T ナショナルを主催するタイガー・ウッズ財団の創設者タイガー・ウッズも2009年まで契約していた。AT&T センターと AT&T スタジアムの命名権を保有している。また、かつて SBC 時代の2000年から2018年までは AT&T パークの命名権も保有していた。2012年から F1 チームのレッドブルのスポンサーを務めている。過去スポンサーを務めていたチームの移り変わりは多く、ジャガーレーシング、マクラーレン、ウィリアムズ、レッドブルと推移している。ありがとうございます。